いらっしゃい。や、年の瀬ですよ。焼きましたね。終わりですよ、もう。いや、もう終わり。今年もありがとうございました、皆さん。ありがたけでございます。滝の方でございます。もう皆さんのおかげさまでございます。はい、あ、地上波おめでとうございます。すいません。どうも。なんか地上波デビューしたみたいで。これです。この動画です。長崎市の海洋品店イエローハットでは、今日は何を買いに来られたんですか？チェーンを。明日雪だってことだったんで、まあ仕事に行けないとどうしてもちょっと困るんで、今日のうちに。ハトが豆ぐっくれちゃって、ポッってなっちゃって。真面目かと。真面目か。髪を着てモデツルトメ。NHK がぶっ飛ばす。らしいです。らしいです。はい。どこが誰に NIB が NHK を怒られるわ、怒られる、うん、ってことで、まあ、冬といえばね、マー君、青物に始まり、根物、ヒラメなどなど、などいろいろおるんだから、あ、今日何釣り？泳がせです。はい、泳がせです。アジの泳がせ。今日だって早起きしたんですもんね。虹起き。で、何したと思います？そう、餌取りね。そう餌取り大変だったんだから。アジング寒い中、爆風の中、いるかなって言って、いるはずのとこにいないんだから、もう焦って、二人別れようっつって、別れて探しちゃったんだから。そうなんだ。おった言うて。実はもうね、あのね、投げちゃってるんですよ。投げちゃってる。もうね、行くとこまで行こうと思ってますよ、このアジは。まあ今年、まあ、最後の動画になるのかな。竿納めですよね、今日。竿納め。釣り納めか。竿を納めちゃったよ、もう帰るから。帰っちゃうから、お粒がチンパンゼンだから。ということで、まあ朝まずめスタートということで、はい、まあ、釣れればいいね。いいな、うん、まあ風ちょっとやめばエギングなんかもね、やりたい、やっていこうかなと思います、ね、やりたいです、はい、今年最後の、はい、動画、皆さんご視聴よろしくお願いします。お願いします。はい、僕はね、あの鉛をつけてアジを沈めて泳がせる作戦です。マークはね、鉛なし、フリーで泳がせていく作戦ですね。ようやくね、なんかベイトがチラチラ見えだしたんで、チャンスタイムかなと思われます。来た？おいし、オッケー。ゆっくり、ほら、ゆっくりよかったやん。あっ、青やった。だいぶどんぐらいする？いや、無理、こんなん無理よ。無理。でかかったな。しゃあない。そこからはしゃあない。食ったよ。はい、来ました。ドラグちょっと弱めにしてます。戦ってる。青ですね。あ、皆さん、お待ちかね。期待を上げてよ。これめちゃめちゃ走ってますね。そう、青物はね、きついのよ。どうなの？いや、いいよ。そっち行った。テトラがあるよ。いや、結構走ってんのよ。あ、上がってきてる。これでかい。でかい。おー、やばい。やばい。でかい。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。
もうちょっと斜めにしてもらっておうか。こう。そう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 。ちょっと待って、ごめんごめん、お前かわして、かわして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 、ごめん。もう一回行きます。今の感じで。これいる？いるける？いける？あ、入るー、はい。で、マク、スーってゆっくり、ま、縦にまっすぐ。こうやな、こうやな。そういうことだ、そういうことだ。まっすぐ。こうやろ。いやだ。折れる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 ってマーク。折れるってまた。僕よりテンパっちゃってもう伸ばしちゃって酔い棒しちゃって来ました、ありがとうございます。ブリブリしてるね。7キロ8キロ9キロ7キロ8キロ9キロ7キロ8キロ9キロ。すごいから。うら。でかいから。うら。折ったって。だって、ちょっと測ってみる？測ってみよう。6キロです。6キロです。いやいや十分です。十分でしょう。十分です。釣り納めですよ皆さん。だ。これがリルレの釣り納めでございます。ありがとうございます。おおおお。どうしたの？どうしたの？なぶってるで、そっちから走って10メートル20メートル走ってこっちに。したの？うん。終わっちゃった。ベイトすごいじゃない。すごい。これよ。これよ。これで飛んじゃうんでね。はい、ということで、はい、お昼ぐらいですかね。待ってました。もう、今日これしかないと思います。これしかない、はい、ご飯とお昼寝しかないと思います。お昼寝、はい、まあ、今からご飯ですね。はい、これですね。キャップラーメンの方になります。はい、てってて、最強、すべてが主役。なるほど、ちょっとお高いやつですよね。そうです、そうです、ええ、あの皆さん、これそばのやつも出てたんで、はい、皆さん年越しにどうです。え、これ今見たけど8分待ってって書いてるよ。え、もう本当だ、すごい、見てこれ、8分、8分初めてよね、見た。で、隣にあるのがこれ、私のかぶっとるやないか。まあまあまあ、鉄板ですから、どん兵衛は。できましたよ皆さん、釣り場のラーメンも最高ですから、ね、年の瀬ということで大丼さんを行きたいと思います。いただきます。うん、うまい。もう無理。いきますよ。はい、これで柚子の七味が入ってるんですよ。熱っ熱っ、飛んでくるやつですね。うんうん、あ、上品。雑味がないのよ。うん、雑な方がいいのよ。雑な扱いされるの好きだから。ごちそうさまでした。完食、完食しました。ごちそうさまです。はい、落とし込みやってたんですけども、厳しいので風裏を取ってエギングをちょっとね、気分転換にやっていきたいと思います。はい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 、お疲れ様です。お疲れ様でした。ってことで、はい、2022年釣り納め、納め青物でっていうことで、はい、僕の方は、釣り納め完了いたしました。はい、僕の方も完了いたしました。お気持ちは、これもういいの、個人的にいいの、収まったの、うん、もう今日はもうこれしょうがないわ。まあまあまあ、しょうがないよ。だけど、うん、その2022年、うん、まだあるじゃない、何日か。もうダメだわ、折れちゃった。折れてる、うん、今日26なんですよ。まだ、はい、あとだから4日ほどあるんですけど、まあイカでもいいですし、アジングでもいいですし、まあその自分なりのその釣り納めがまとまるような形で、まあ、それで見てる皆さんもやっぱり、ね、いやマー君そりゃないぜと期待してたぜマー君と。こっちの釣り納めということで、はい、宿題していきましょう。マー君の方がまだ釣り納めできてないということで、はい、このまま引き続き行ってきます。行きましょうかね。早い早い、はい、はい、お疲れ様でした。まあ、神堤防ですね。神でしたね、はい、いや、やりました、やりました。釣り納め、よかったよかった、すごかった。ヤズでしたね。ヤズでしたね。6キロの6キロ、長崎はね、あの10キロ以上じゃないとブリって言ったらダメらしいんで、うん、6キロなんて赤ちゃんですよ。バラした上によ。一夜過ごしてきたと、考え直してきたと、見つめ直したと、自分とと向き合った、うん、向き合ったと。
上堤防ではアジの泳がせ ですね、あのヤズをゲットしたということで、はい、ここはアジの泳がせ縛りでいいんじゃないかと僕は思うんですよ。確かに確かに、うん、これまたアジもね、アジングでね、そうですそうです、ちょっとジグレットね、釣りながら、ジグタンで釣りながらですね、はい、まあイカを狙うもよし、魚でもよし、うん、さっきのそこのおいちゃんがね、イカを揚げ1キロぐらいいる、イカをよ見ちゃったから誰の前で揚げてんのよ、びっくりしちゃったわよ、もうそういうことで、はいはい、まあ、早速やっていきましょうか、やっていきましょうかね、はい、はい、行ってきます、行ってきます。タックルがですね、コルトですね、21コルト、6人の UL、HS、2ピースモデルですね。リールがカルディアの LT1000SP です。アジスタのね、1グラム、S ですね、これ。に、レイン、テール見て、これ、プリンプリンしてるやつ。プリンプリンワーム、よろしくお願いします。さあ、まずはね、アジングからいきたいと思います。ジグヘッドの紹介ですね。1グラムの目玉茶さんですね、ダイソーのやつですね、にプリプリテール。タックルがですね、アジングロッドメジャークラフト CRX S562 アジャー、リールはソアレ BB ですね、 C2000SSPG っていうやつですね。安いけどいいっすよこれ、めちゃくちゃタフなやつです。違う違うアジャがいないのよ。アジを釣らないことには始まらないからね。10カウントぐらいで、アジ来ましたよ、やっと15弱ぐらいね、生かしていきたいと思います。はい、今から泳がせやります。はい、仕掛けですね、ここは鼻かかな、お腹かな、背かな、ドラグゆるゆるいな。ちょっと待って、これどうなる？ブンだ、頭がもう。どうしたの？リールがおっちゃけたんだから、こういう状態なんですよ。こう仕掛けていった海に、できればライト消してほしいんですけど、すいません、こういう時に申し訳ない。こっちが少し重くなったから笑えない。笑えないですよ、大きな声出せないから、恥ずかしいから。こういうことになったらドラグノブが多分外れて、それに気づかずそのまま外れた感じ。そんなことある？150m、200ぐらいは巻いてたでしょ。すごいリズム、リズム。笑いじる。見てこれ。ひどい。スプールが出掛かりとかしちゃったら。いや、怖い。糸巻き巻き。糸巻き巻き。保育園いらんやわ。来た、危ない、こっち、取れればいいすぐ。あ、戻ってきましたね。あ、綺麗にやってるね。ない。ここがない。なんでない？どこ？ここ。ここじゃない。どこやったとよ。どこやったと？返せ。大きな声出す。めダメです。先輩どれやろうな、これ場で使えんやろ、こっちが取りますか。大きな声は、大きな声はやめてもらっていい？大きな声も、ほら。
わ、でかい。いい味じゃん。いい味、でかい。味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 でかい。ちょっと事件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 。でかい。帰っていく。選手ある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 。アジング。測れんと。あと後で測ろうか。生かしときましょう。生かしときましょう。今ね、でかい味釣れたのこれ。このレインやろ。大きいのおるな。びっくりした。15カウントぐらいか。潮が早いんですよね、ここね。当たるの。よし。これは大きくない。いい、ちょうどベイトに、ベイトにいい味。ほら、上手。新規小遣い。いただきます、いただきます。相談があるんですけど、どのタイミングで合わせます？何じゃ抱いてるんだろう。行きますね、じゃあ。抱いてますね、ほら。いかでしょ、結構ありますよ、これ。すごい。これ、カンナにかかってるのかがもうわからないからね。あ、離した？離した。はい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 、はあ、寒くなってきましたね。いや、だいぶね、ゆるなくしちゃった。いや、だってゆるめたのも自分でしょ。あ、危ない危ない危ない、怖い。ちょっとね、ポイントの方を移動してきました。はい、ここでバシッと行きます。決め込み、ちょっと意気込み、最後任しとけって任しとけって見てみろ、これだんだんみ、あ来てます、来てます、来てます。うわ、でかい。あ、離した。一回やった。あかー、うわ、めっちゃ食っとるもん。うわ、ぼっくり食っとるやん。すんません。ココボ落とした後にタブットバイ、ココバけんだけまだなのよ。どんくらいまだ持ってた？まだなのよ、だから全然ついてると。来たの、まさか。これ食わせた。これもうマット完売、いかんパターンのやつでしょ。どんくらい待てばいいですか、リルラさん。これ逃がしたくない。おみて、おみて、おみて、おさめよう、これでおさめよう、おさめよう、もう最大いいよ。4時過ぎてるからおさめよう7時に出たから俺。そうなんですよね、夜中の昨日の今日ですか。おもて、おもて、おもて。でも、クーンって走んないね。食べてるのよ。食べてる。さっきも、さっき、これついてないの、重たいよなって思ったって。食ってるのよ。食べてるのね。食べそうじゃない、そして。こぼってる。あっ、無理やった。見てください。先よりは食わせましたが、またこれでした。切ない。今から食べようってしてるわけじゃん。そう、頭は食べないから、あの子たち。だからまだなのよ。あいつがわからん。ダメやったダメやったお疲れ様です。チャンスはあった。チャンスありましたね。難しかったね。難しかったね。教えて誰か。みんないつ合わせる。じゃあ別にいつ合わせる。もうそんなにリルラに当たんないやん。謝って。帰る。はい、今5時半ですね。あ、かれこれ11時間やってます2022年、釣り納めっていうことで、はい、ちゃんと納めたから。あ、納めたの。大丈夫、いいと思う人はじゃあ高評価お願いします、はい、ダメだという人はダメな理由をコメントでお願いしますもうダメだと。ダメでしょうねあ、そういえばアジングいい味釣った俺。あ、ちょっと計測してみましょう。やってみましょう。はい、尺はないよね。尺ないないな。26、6、うん、ギリ6やな。まあでもいいっす。まあまあいいでしょう。結果ですね、リルレらしいんじゃないかと。2022年年の瀬ということでですね、はい、皆様本年もお世話になりました。なりました。
本当じゃないました。ありがとうございました。ありがたきでございます。ございました。今年はですね、アパレルなんかもですね、うん、ありがたいことにですね、ソールドアウト、ソールドアウトでですね、もうこれも皆様のおかげでございます。はい、本当にありがたきたきでございます。たきでございます。まあ2023年、はい、もう、うん、もちろんリルレーの方は突っ走っていきますので、はい、はい、皆様もリルラーとリルレーともに歩んでいきますので、どうか来年度もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。それでは良いお年を。良いお年を。ご視聴ありがとう。ありがとう。おやすみ。また新年でね。やめてもう